った B 兄弟はどっち勝ちました？どっち？あ、大阪チーム、はい、大阪チームが抜けてジョニョチームが負けリーグ行き、じゃあ、B 兄弟は負けリーグさっさとやっちゃいましょう。先ほど負けた、スズランバイケンテレサジャムイチゴチップのチームと、トミーミリアと、これかトミーミリア、ジョニオジョニー、ジョニコロボ、セントテスターのチーム B 兄弟でお願いします。さあで試合の方は早速海外バースタイルしちゃってスラハメ、ここもスラレット何も起きず一方選手は、うん、そういやもう乱数なんで、いいじゃん大阪入ったじゃん。おっとヒート出ず、しかしスカラスラヘでごまかしていく、中段バックステして前パワースカッていたがターンを取っていく、クーバスはしっかりキビート、あれでキビートなんだ、ハンマーうまいけ、ベイバー切り返してまだ終わらない、グリズはめくり、中段手打通してジャンピーから投げ強気にダスト通してジャンエースジャンハイ一本アンデス、あそこから取り返す、さあまだ上がらない、バーストも溜まってお互いゴムの状況、開幕前ジャンプにじゃしっかり前パン刺して美味しいダメージ入ってく、下段から青キャン、アインサイドより青キャン出てるんじゃないですか、出た、ここでエースがスラヘ通して、さあゲージモリモリ、下段取ったかバースト即打ち、サイジャーだってスラレッド、スライドヘッド、スライドヘッド、さあヒート入れてバークステが出ないか、さあまだ上がらない、ゲージが溜まってきた、さあ読み合いになるが、デトミルシャガハイカウンター、最大ダメージが入ってしまう、勝っているのは LOM ボジョキン、さあどうしましょう、俺出る同キャラなら、あじゃあはい出ます、次誰、サティさんと LOM さんのボジョキン、まあ、サトゥーさんね、ポジョブキー戦負けたの見たことないからね。これ当然サトゥーさん負けないんですよね。青髪持ちですよね。赤いの柏田さん、すげえの入って。ヒート読んでました。起きてね、スラヘイ、避けられず、バースト入っていく、足払い入って、ジョニーのターンが、おら、お医者さんがみんなが、あー、ジャンディー当たって、ジャイアンスが入り、コイン、レベル2になっていく、サトゥーさん、ダッシュできない、ジリジリして、コインを、おっ、エンセンが入って、コンボできない。おー気まずい、迷ってコインが入っていく、からのからのコインがあと1枚、おーイケメンだったけど届かない、これは厳しい、コイン入った、コインのないようにどうやっていくのか、お医者さんの一人時間を数えている、どうぞ、おー、イメール入って一本取ったのは LOM さんのボトムキン、開幕タッチピー禁止からコンボ、開幕3割コンボ奪っていく、
投げからポチョブキの置き攻めが始まってスラフを受けるコインが出て、これは佐藤さんのターンが始まる。はい、円滑して、さあここはできない。佐藤さんからコンボ取ったら何が起こるんですか。さらに対空出し切り立ち合いから、お、レベル2が入ってコンボダウン、オーダウンじゃない、ダメージ重視。コインが出て、これは厳しいか。スラフが当たって、おー、出し投げ、取り返す。サトゥーさんのゾーニー、あい、立ち合い、ピーピース入って足払い、アイカウンターする。ポチョブキン有利のところの立ち合い、立ち合いカウンターして後ろに入る。おー、金バー入って、これサトゥーさんのターンが来た。おー、これはこれはこれはゲージを100万入っちゃう。これきついね。ポチョブキンが、ハンマーホールし、おーっと空中ポチョブキンまで入る。これは厳しい、足場でガードできない。おお、すごい、素晴らしい、素晴らしい。甘えた遠征から切り返していく。これは美味しい。コンボが、おお、イケメンコンボからの画面味で、このポチョブキンのターンが来る。落とせないと死んでしまいます。スラフが見えないで、ゲームオーバー。佐藤さん勝てんか、青髪持ち勝てんか、勝てんか。あ、やべ、上に行っちゃう、上に行っちゃう。大将出てくるわ、 FAB ポチョブキン。大阪さんがチョコレートを食べていって、リア充ムーブ、14のテンション上がった。完全にはリア充ムーブですよ。タッチ系ニュース、足払いから吉田さんがボジョバスを決めていく。いつもの置き攻めからも、はい、めんどくさいのが入って、吉田さんが崩していく。これから簡単だな、ふざけんなよな、マジ。同じこと残念で、お、押し出さんが回す。俺、青髪持ちの回すの見たくなかった、俺。間違いない。押し出さん一言、当たるやつが悪い。間違いないっす。当たるやつが悪いよ。からの、あー、これは、7ヒットでダウン確定だっけ、これ。じゃあ、あれ違うじゃん。8ヒットだっけ、佐藤さんに教えてよ。あー、これはこれは入れ込んでいく。さあ、残りポチョブキンドット終わったー。これ先方だっけ、向こう先方。まあまあ、ここはね、 D が出てくるところでしょう。万葉さんがね、ポチョブキン負けてる、見たことないんで僕。まあまあ、それ有利キャラだよ、有利キャラ。これ負けたら恥ずかしいよ。あともう一人誰だっけ、ジョニー、ベノムか、ベノムね、ベノム D いればなんとかなるでしょ、これ。そうするとね、押したチームには聞いてほしいんでね。マイオさん、マイオさん死んじゃう、マイオさんが死んじゃう。大島さんがアウトをミスったけど関係ない、この人生きてる。マイオさん、マイオさん、マイオさん、マグロっすか、マグロっすか、マイオさん完全にマグロっすよ。隣では、誰だっけ、あの人名前忘れてた、なんだっけ。名前忘れてた。マイオさん、マイオさん、お友達と何で攻めて何で攻めた。あ、おい、いい空港を決めてお友達出していく。お友達が全く効果的じゃない。甘えた投げが通る。あ、いつものイケメンが、おお、イケメンだったけど何でもない。これはポチョブキン厳しい状況で、だけどもだけども
マリオさん、マリオさん、マリオさんがボジョバス食らっていく。もう一回、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 もう一回。ああ、マリオさん逃げていく。ああ、お医者さんのオムラシバーストからの。これは、これはマリオさんマグロフライで。ああ、いいタイク。マリオさんのいいタイク出て、一歩取り返す、取り返すマリオさん。さあ、お友達を出さないマリオさん。そうです、お友達出さないんですよ。おい、いいグランガールしたね、今。ああ、ぶっ込んでいく。何そのイケメン。おい、イケメン、イケメン。スラバ読みの投げからの置き止めが通る。おお、今度抜けない。マンマンがお友達を出せない。ぶっ込んでいく。もうお知らせもスラバをしなくなってきたのよね。さあ、マリオさんのマグロフラグが、これは追い詰めていくけども、あー、ガーフにならない。これはボジョルに厳しい状況。マリオリスクを負わないからの、お知らせがすげえ直下するけども何も起きない。これはこれはジャニーズが当たって生成していく。これはかなりディジユールと言っていいでしょう。でもお知らさんならワンチャンが起きる可能性が、まあまあダッシュしたままでいいよ。これはおお、ぶっ込んで万葉ディジが勝っていく。スラバ対策されてましたね、あれ。あ、大丈夫ですよ。